出発。はい、皆さんこんにちは。私はサンクル号の船長の伊藤です。冒険に出発する準備はできていますか？ジャングルは危険がいっぱい、何が起こるか分かりません。そんなジャングル探検の強い味方がこれ。何かあった時はきっとこのお守りが私たちを助けてくれることでしょう。それでは出発。まずやってきたのは雨の森です。あちらに見えるのはモルフォ町、世界最大級の町だと言われています。とっても大きいでちょう。あそこに見える鳥、実は今ワニたちに空の飛び方を教えているんですよ。じゃあ空を飛んでみたいという方、はい、そんな方はここで降りてワニと一緒に授業を受けていただくオプショナルツアーもございます。いかがですか？前に見えるのはアフリカゾウです。ゾウといえば長い鼻と大きな耳。では左のゾウさんにバオーンと挨拶をしましょう。せーの、バオーン。おお、ちゃんと返事をしてくれましたね。これは大変、あのゴリラピストル持ってる。皆さんもっと驚いて、おっと一緒に、おっと一緒に、おっと、おっと、うわー、ほらね、誰もびっくりしてない、ね、突然ですが本日あちらのバナナをお買い求めいただくと生きたワニがついてきます。ちょっとスリリングなおやつに最適ですね。お姉ちゃんいかがですか？いらないかな？いらないね。見てください、この雄大なアフリカ大草原、いろんな動物がいますね。おやおや、あちらの疲れたシマウマさん、ライオンたちにマッサージをしてもらっています。ジャングルは暖かいところですね。おや、探検隊の皆さん、何か見つかったなら手を振ってください。で、それどころではなさそうですね。あー、でもお尻を振っています。あれはジャングル語で知りませんという意味です。で、皆さんも明日使ってみてください。あ、多分通じないと思います。突然ですがジャングルにらめっこ大会のお時間です。対戦相手はあちら、ワニの兄弟スマイリーブラザーズ。それではにらめっこスタート。はい、ワニさんの負け。ほほ笑み兄弟というだけあって今日も連敗記録更新です。私実は爬虫類が大の苦手です。で、特にヘビがダメ。あの兄弟がヘビじゃなくてよかった。うわー、ヘビー。あー、先に突っ込む。皆さん優雅に構えてる場合じゃないですよ。左に避けて、避けて、避けて。これ演技だと思っていませんか？演技でもない。はい、難関突破、優秀な船長に拍手、ありがとうございます。うわ、どうもカバの縄張りへ入ってきてしまったようです。ここは一つ襲われないようにカバのふりをして切り抜けましょう。さあ、みんなで口を大きく開けてカバになりきって大きなあくびをする。わーわーわー、あれ、本当にあくびをしている人がいる。船長、かなり傷つきました。あー、カバにバレた。さあ逃げましょう。あれは先住民たちです。昔船長学校で習ったんですが、先住民と仲良くするためには動物の真似をすることです。ボートのこっち半分の皆さんはゾウさんの真似をしてください。で、こっち半分はハリネズミでお願いします。あ、効果がなかったみたいです。槍だ、槍が飛んでくれ。右の人はあの槍を全身で受け止めてください。真ん中と左の人は私の重い槍を心で受け止めてください、ね、皆さん笑っている場合です。ありがとうございます。
回のまばたき。わあわあわあ、なんだか不気味なところへやってきました。一体ここはどこなのでしょう。あの神殿、ジャングルの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません。でもすごく怪しい雰囲気、なんだかちょっと怖いですね。